はい、皆さんこんにちは。魔法信じる会でございます。はい、最近ね、ネット見てたら、スプーン曲げ論争と、あとね、サーストンの三原則の話があった。で、俺ね、誤解がないように、ちょっとみんなにサーストン の, 三原則の話をしとこうと思って。ちゃんと話さなきゃいけないんでさ、まあ、例えば、マジックを見せるためにはどうしたらいいかとかね、そういう話の中で3つの原則があるっていうのよ。で、その内容っていうのがさ、実にちょっとね、稚拙なことがあってさ、種明かしをしないとか、まあね、まあ当たり前なことで、例えばそうだな、同じマジックを2度やらないとかさ、なんだっけな、ともう1個あったんだ、3原則の1個目とか、まああるわけ。で、このことについてちょっとね、マジックのあり方を話したいと思います。はい、これね、本当にね、バカらしいし、日本の変なね、要するにアマチュアマジシャンの坂本種吉ってやつが作ったやつなんで、サーストンなんかそんなこと知らないと思うんだよね。はい、まあ、1個目は何だったかちょっとね、今ピンとこないんでね、ちょっとね、どっかで、まあ、はい、探したいんだけど、まあそれもいいでしょうってことで、はい、よろしく、魔法信じる会です。簡単に言うと、まあ、いくつかの話があって、一つはスプーン曲げからいこうかな、俺探してる間ね。スプーン曲げって、どうなの、またはフォーク曲げってどうなのって話なんだけど、ミュータンから見てスプーン曲げってどう思う、どう見えるっていうか、一般の人に人気がありそうというか、すごく身近な道具でやるから、いいなとも思ったんだけど、ただそれを追求するとどんどん不可能なすごいもの持ってこられて、でどんどんそういうなんていうの、曲げなきゃいけない挑戦みたいになっていっちゃうような気がして、だからね俺はね、例えばさ、曲げなきゃいけない挑戦でもいいんだよ、そういう方向にいっちゃうな、それでいいんだよ。だからちょうどよくて、不可能か可能かとか、私は挑戦しますって、逆に言うでもそうでしょ、だからそれで構わないんだよ、だけど問題なのはさ、柔らかいスプーンフォーク曲げてさ、ね、どうたらこうたら言ってるのだけはダメだよね、これで曲げてができない人たち。だから俺たちは、どのぐらい硬いスプーンを曲げるかっていうところに今は挑戦してて、だってあれじゃ、タイの軍が持ってきたすごいスプーン曲げた、ね、いやすごかったらね、この間ね、中明先生と会った時、中明先生が持ってきたスプーン、曲がらないスプーンだった。へ、すごかった。じゃあ、まあさすがにその有名な曲がらないスプーン持ってきたんだよ、でこれはどうですかねって言うから、いや、これはね、普通の曲げ方では曲がりませんよっていう言い方をしてね、いろいろ試しちゃったら、曲がらないスプーンだなと思った。誰に私も無理だったね。そういうのもある。で、まあスプーンってのはだから、それを曲げてこそなんだよ、だから挑戦する目標が出ててできていいわけで、でフォークの造形は綺麗かもしれないけど、あれを不思議に見せるのは難しい、とかね、不思議だなって言うんだったらいいけど、ね、自分がもしそのね、テーマでやるとするならば、もっとエンターテインメント性を濃くしてやる方向に作るかな、じゃないと。だからフォーク曲げもスプーン曲げもさ、最初に DVD 出したんだけど、ビデオね、出したんだけど、やっぱマリックはうまいわ、スプーン曲げのあの見せ方が、目の使い方とかすごくうまくて、俺は感心したんだね。あと私あれもすごかった、マリックがさ、シャンペンの栓抜くとか、あんなほっとけば抜けんじゃん、それをあのタイミングでやる、あたかも自分がやったかのようにやる、あれとかすごいよね。まあ、あの人はね、そういう見せ方うまいよね。その見せ方のショーマンシップだよね。だってあれさ、ほっとけば飛ぶんだからさ、シャンパンの栓なんで、あれをああやってわざわざね、自分がやったかのように見せる、まあマリックの一番飛べるとかね、すごいよね。さあ、それでね、サーソンの三原則なんだけど、今ね、出たんで見せれば、1、ね、原則1、マジックを演じる前に現象を説明してはならない、これが1ね、はい、2、同じマジックを2度繰り返して見せてはならない、はい、3、種明かしをしてはならない。これまずね、サーソンは一言も言ってなくて、これは当然のことだけど、あれだよね、坂本種吉が作ったんだけど、1のことを言うとね、坂本種吉の三原則でよかったんじゃない。だけどほら、こんなの知らない、ただのアマチュアのさ、本書いてるやつだから、それサーソンの名前使ってこうだというふうにえばったんだよどうしようもないかな、自分が言ったんでしょ、いいじゃん別に自分が言った。で、例えば原則1ね、これね、マジックを演じる前に現象を言ってはいけないって話があるけど、これはマジックを、マリックを完全否定しちゃうよね、マリックはこれをやりますとね、だから挑戦するタイプもあるか、フーディニーだってさ、脱出しますとかさ言ってやるでしょ、だからこれを否定してるじゃない、だから質の高いマジックは現象言ってそれ以上のことをするんだから、言った方が感動するものもあるってことだね、ものによるよね、で同じマジックを二度繰り返してはいけないっていうのは、アンビシャスカードを完全否定してるよね、そうだね強いて言えば、下手なマジックをやみくもに繰り返すなっていう意味だったら分かるけど、まずね、下手が問題なんであって、同じマジックを2度3度だって、セカンドディールなんてね、そうだったら、例えばさ、日本のいっぱいやってる、あとセカンドいっぱい、セカンドディール1回だけとかね、トップスと同じだよ、それじゃ。それでさ、もう一つ言うとさ、例えば日本のマーシャンたちがさ、いつも同じマジックやってんじゃん、どこ行っても、ね、毎日行くと毎日同じでしょ、お客さん同じの来なくなっちゃうじゃん、そうだったら、だから同じマジックを2度やっちゃいけないんではないんだよ、これは重要なんだよ、
だけど、あの日本のほとんどのマーシャンがさ、あの古典とかさ、うん、そういうものをさ大事にするとか言って古いものだけやってさ、自分でさ進化させないじゃん、うん、だから同じマジックでも俺は忍者リングでずっと見たいって人とかさ、何度も見ても感動する人たちがいて、うん、見に来るわけだ。俺が例えば売り場にいた時にもう忍者リング見たくて来るお客さんいっぱいいるわけだよ、うん、毎回感動できるわけ、うん、なぜならやっぱり人間の目とか頭の中で考えられながら不思議な現象だからなんだよ、うん、だからそういうものだったら何度見ても見たいわけ、うん、美しいものは何度見ても見たい、ね、映画もそうだし演劇もそうだし、ね、ブルース・リーのあの技とかもね、そう何度も見たい、うん、さあ3番目、はい、これもね、あの種明かしをやってサッカートリックも否定してるのかってことなんだよ。あ、例えばあの袋玉、あの棒、あの卵やるじゃない、卵ハンカチーフとか、うん、そうするとこうやってんだよって説明しながら次のサッカートリックが出て最後ハンカチになっちゃうとかあるじゃん、うん、あの石塚さんみたいに卵を割るとあのハンカチが出ましたって、このやり方を教えるとこうやってポケットの中すり替えてもう一回割るとやっぱりハンカチが出てくるって、うん、わけのわかんないことやってたけど、うん、あれは面白い、うん、まあだからね、例えば明かすことが問題ないんだよ、全く種明かしを教えることもね、うん、誰がどのように明かすかっていうのが問題なんだよ ね、 そうだね、うん、だから安易な種明かしは良くないと。ただ、うん、今俺見ててやっぱり種明かしってものがないとやっぱ日本のマジックも世界のマジックも進歩しないんだから、それは悪くないと思う、うんうん、ね、だから本当にそういうことを考えていくと、スプーン曲げしても何にしてもさ、あらゆるものってのはなんか考え方の間違いが多くて、うん、特にサーソンの三原則っておかしいよな、うん、でなんか枠にはめてこうしちゃいけないっていうものを作る自体がおかしい、おかしい、おかしい、子供の幼稚園生に話してんじゃねえんだからみたいなさ、うん、こういうふうになんかしない方がいい場合もあるよっていうならいいんだけど、うんうん、あとね、あのよく練習するっていうのがあるんだよ、うん、ね、でよく練習してから見せるっていうのがあって、それと同時に、人によく見せてあの練習するってなんだよ。これどうなの、よく見せて練習するのと人によく見せて練習するの、矛盾してんじゃんよ、ね、見せる前によく練習しろってのとよく見せて練習しろってのが矛盾してんじゃんよ、矛盾して、ね、だからそれは経験則があって、例えばミュウちゃんとか、まあ、ミュウちゃんはもっと練習してから見せた方がいいってのはあるけど、うん、自宅でね、うん、だ俺ぐらいになると人に見せることで練習するってのがあるわけ、うん、見せて修正していくと、というか人に見せればとりあえずどんな新作で自分のあれだって形になるんだよ、あの鏡のように、うん、あの反応していく、そうネットとかエンターテインメントとか で人に見せたりとか、うん、こういうふうなところでこういう反応が来るとかを鏡のように見られると言ったら変だけど、うん、だからバックアップ持ってるんだよ、ね、俺がねだってさあの超能力作った時ね、あの時にさキャッスルでどれほど練習したか、もうミュウちゃんもそうだけど、うん、で練習して練習して、だから最初から考えた当時から見せてね、うん、見せなきゃ練習になんねんだよ、うん、あとね私裸の王様とか自分では全然不思議じゃないんだけど、うん、見せた人はすごく不思議がってて、そのなんていうか、うん、まあ今の話題とは全然違うんだけどね、となんかね、だから見せるとなんか違ったことが、うん、だからとにかくね、あの見せなきゃうまくならないんだよ本当は ね、 そうだよね、うん、だから一人でやったってどうしようもないわけなんだけど、うん、あのとにかくあの見せるっていうことはいかにどういうものかってことを分かった上で見せないと誤解を生じますってことだね、うんうん、まあキャッスルで俺が見せるときってのはやっぱりさ、自分ができたときにボビーなんか来て見せて見せてって言ってボビーの顔見て作ると、うん、俺が昔キャッスルにあの来始めた頃、うん、あの福富じゃない、ね、福宮だなあの当時に行って、うん、富雄さんとつんちゃんに見せて、それであの作ってったの、うん、で見せて反応見なきゃいけない、で見せてダメなら練習してないじゃん、内容が悪いと受けないんだよ、内容がいいと可能性があればみんな喜んで受けてくれるわけ、うん、そこがね分かんないとねいけないなってね、日本のマジシャンは、だから坂本種吉の三原則なんてね、なんだか分かんないからね、種明かしもそうだからね、ターナー君ね、田中隆弘君、ターナー君気にしなくていい、大体その坂本種吉って人間自体がうさんくさい男だったし、うんうん、知らないでしょみんな、昔の人だけど本書いてたんだけどね、うんうん、だからやっぱりね本を書いてる人間っていうのはいろんなのがいます、まともな人間はあのまさにでは少ないと思ったらいい、うんうん、で俺も書いたよはっきり言って、書いたけど今もう書かない、書く必要性がある、だからやっぱりそれは何で書いたかって言ったら、俺の時代っていうのはやっぱり書いてた高木茂雄とやっぱ二川慎吾に対してそうじゃねえだろって言いたいから作った、それが最初だよ、うんね、それが解体新書って本でね、うん、その後、うん、いろいろ作ってあの本を出した、だから理由があるの、要するに間違ってる本があるから俺はこれが間違いだよ、訂正版みたいな、もうだってひどいからね、あのね、あのただし下手くそがさ、あの、うん、おじいさんたちがさどんな頑張ったってダメ、うん、人間として魅力のない人はダメ、だからそういう意味では種明かしとかそういうのも間違った解釈だから、俺は啓蒙思想っていう考え方で種ってのを考えたのね、うん、まあいろんなそんなこと話してますけど、坂本種吉、はい、実在の人物ですが全く意味がない三原則を嘘つということで今日終わりたいと思いますね、はい、それでは以上、撮ってください。
さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。